ごい。はい、ということで、本日は2、3月のみんなが、ね、卒業するということで、卒業旅行で石川県に来ております。イエーイ。なんかいろいろダラダラ話していけたらなと思います。みんなが揃うの最後じゃない？でも割とガチで。最後かな？動画でも。いや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 、動画では。動画では。動画では最後。そんなこと言って何回言った？いや。最後です。ね、最後最後最後。けどあれだね、ダイアリーのインターン生全員いいところです。そう思うと別にいいところっていう感覚ではないけど。周りから見たら少なくともいいから。いい企業だよ。え、楽しみ？1月からのその楽しみ度。あ、めっちゃ楽しみだよ。え、だってさ、世の中結構私も卒業式終わったばっかやけど、うん、4月からマジ地獄みたいな。あ、それ多いよね。え、多い。マジここだけで、誰よりだけ楽しみなの。いや、こいつです。2、3月がもう人生でピークで、もう最強に楽しすぎて、ちょっと4月を迎えたくなるな。いや、でも、そうだよ。多数派な気がするけど。うん、てか、迎えたくなるんだけど、普通に嫌だよね。働きたくないみたいな人が多いよ。結構ストーリーとかで、執行猶予期間みたいな。でも4月じゃん、うん、4月新規で頑張った方がいい。一番大事なの3月だと思うよ。でも何週もある。ある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 。絶対まだ蒸しがある、うん、あ、そっか、確かに。え、何月に応募したのそれ。6。え、いけるじゃん。まだまだいける。今私はすごい楽しみに働く。素晴らしいね。ワクワクしてる人っていうスタンスからいくと、なんか割と直感を信じた方がいいなと思って、いろいろなんか練習とかさ、授業への共感とかいろいろあるけど、なんか結局はなんか自分が直感でワクワクするかっていうのがなんだかんだなんか大事になってくるのかなとか思ったり。直感でワクワクする会社に全力で頑張りなさい、うん、すごい、めっちゃいい、さすが、さすがって感じもある。いいこと言うわ。全然めっちゃ難しいのが、入ってないから何とも言えないんだよ。これは本当にだから、めちゃくちゃ有名なとこ行ってても本当に全くつまんないっていう先輩がいれば、逆にめちゃくちゃなんかいろいろ考えてスタートアップ行ったくせに、いい、やめるんだみたいな人がいたりするから、マジで分かんないから何も言えない。でもまだ多分就活始めてない人も意外といると思うけど、なんだかんだ行きたい企業とかなくても初めていろいろやってみたら、その中でね、行きたい企業とか出てくるのもし、自分も最初はなんか全然そんなに興味ないところを行くしたけど、なんだかんだ最終的には第一章だったりしたから。あ、それ今行く企業って。そうそうそう、そうなんだ。最初エンジニアとか全く見てなかったけど、そうなんだ。なんだかんだ一番合ってるなっていうふうに気づけたから、やってる中で目の前の興味ある企業にとりあえずいっぱい出してみてぶつかってみたらいいと思います。もういいこと言うし、素晴らしい、素晴らしい。どうしてる。経験はめっちゃあるから、あと就職活動のすれば絶対うまくいくと思います。今の忙しすぎて、下ないける、うん、ちゃんと待って、えい、えい、あのー、大丈夫かな。ハッシュはそもそも一本系行きたいと思う時がないから、これ付き合うべきだよね。もう就活に時間を使うんだったら就活に時間を使うべきで、死んだに時間を使うべきだったら死んだに時間を使うべきで、それもはっきりした方がいい。ガチアドバイスじゃん。でも今ちゃんと時間取ってるもんね。ほら、でもあんま好きな企業なりさそうじゃない。あんま行きたいと思ってないよね。俺的就活する中で見つけたらいいんじゃない。すぐ見つからないよ。なんか見つからなそうなんだよね。なんで思うかっていうと、普通やりたいことがなくてなのよ。だからなんか生きてると見つかるんだけど、うん、やりたいことはあるんだけど、それがに合う会社がない。そうみたいな、なんかそれよくわかんない感じだ。まあでもやっていく中で見つかるんじゃないそれ。でもシンプルにめっちゃさっき思うのは、無事で入った後になんか大手とかベンチャー関係なく、いや違うなってなる人多いから、うん、なんかそんなに気にしなくて、マジで直感的にいい企業とかも行っちゃっていいなと思うし、うん、あ、じゃあ周りがみんな大手受かってるからってプレッシャーに感じて大手しかないってなんかなくて、そう違うし、まあしかも、まあその生きる時間ってその3年の後期から4年の卒業するまでなんですよね。この期間終わったらもう生きれなくなるね、みんな。まあ、結局わかんないから、まあ、ぶっちゃけ周りの意見に左右されずに自分の
やこれいいなって言った方が後から後悔なくて済みますよね、って私は思いますね。どっち行ってももう分かんないもんね。納得しても最後やっぱ違うなるかもしれないし、でもそれが悪とかじゃないから、うん、そうそうそう、だからその最後のその1年ぐらいの間の、うん、まあ、ちょっとそのマウント取りたいのであればもう大きい企業行った方がいいと思うし、うん、そんなんさすがにもうどうでもいいわみたいな、本当にとりあえず1回納得した企業に行って、まあ、入んないと分かんないけどとりあえず1回納得した企業に行こうって思うんだったら、まあ、しょうがないこと言ってんなと思いながら自分の興味ある企業に行くべきだなと思いますね。ありがとう、ありがとうございます。次の動画ではインターンで楽しかったことなどいろいろまた語りますのでぜひ次の動画を見てください。はい、この動画見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。みんなありがとう、卒業旅行ありがとう、楽しかったね、楽しかったね、明日も楽しもうね、じゃあね、バイバイ。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題、志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。